皆さんこんにちは。狂人 M のマサです。今日も前回に引き続き、昔作った巨大空港をご案内します。前半見てない人は右上から見れるよ。では、本編スタート。今回まずご紹介するのは、ターミナル屋上にある屋上庭園。このようにたくさんの木が植わっていて公園風になっています。そして、こちらの更衣室を抜けると、なんと、屋上プールがあります。乗り継ぎ等で長期間滞在される方のために、飛行機が見えるリゾートを用意してみました。こちらのビーチチェアでは、寝そべりながら滑走路が見れますよ。では、戻ってみます。並木道を抜けると、見えてくるのは広大な展望デッキ。搭乗橋、誘導路、滑走路、全部見れます。航空ファンや子供たちも飽きさせない設計。こうして飛行機が並んでるのは壮観ですね。では、このまま滑走路の紹介へと移ります。滑走路の向きは1836で、大きさはだいたい 700×20 ム。現実世界の小型機も問題なく止まれる長さですね。滑走路は進入灯や白線がしっかり引かれています。平行誘導路も完備。この通り、夜でも安全な着陸が可能です。実際に着陸してみます。着陸後はここから誘導路に入って、ターミナルに向かうわけですね。では、管制塔の紹介に移ります。管制塔へはこちらの螺旋階段を登ります。こちらが管制室。よくわからぬ機械が置かれてますね。このように、滑走路の両側を一目で見渡せます。こうして見るとやっぱり広いですね。ちなみに、滑走路の反対側はこんな風になってます。この誘導灯類を敷き詰めるのが地味に大変でした。最後に、この空港の空港駅をご紹介します。2階出発フロアの下に、空港駅があります。切符を買って、改札を通ります。駅はこのように全面ホームドアとなっており、こちらから乗車できます。スカイライン仮称とイエローライン仮称がありますが、
今のところ、他の場所には繋がってません。ターミナルの詳細は前回の動画を見てね。ということで、今日の動画は以上だよ。この空港や動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録高評価、よろしくお願いします。最後に、この空港から離陸して締めとしましょう。